お、こう。はい。お前なんか帽子かぶってる珍しいな。はい。今日ニューバランス一緒じゃないか。ニューバランス揃えてます。どうしたの？買ったの？ちょっとあのスパイクを買いました、うん。あ、買ったの？はい。これですね。おお、ニューバランスですね。はい。これに帽子がついてました。はい、あったあった、そのモデルね。はい。そう、コーンのスパイクボロボロだったもんな。ね、使ってたの。これです。ちょっと手入れが。ピッチャーしてるんで、るしね、そうピッチャーしてるんでここが破けちゃってるんですけど、うん、剣ももうね、はい、やばい感じになってるしね。3年ぐらい使ってる、今土がついちゃってるんですけど、そうです。クーニンズカラーも無視して黒を買ったっていうね。、はい、黒が好きなんやね、はい、裏とかもこんなじゃかっこいいなそれ、はい、ここクッションみたいなのついてるんですよ、うん、あ、それは履いてみてよかった。柔らかくてすごいフィットする感じだな。さすがな。ニューバランスはもともとあの、はい、矯正靴のメーカーさん。ああ、なるほど。バランスに関してはやっぱりもう世界で一番いいと思う、はい、俺は個人的に、はい、まあ、それをやっぱり選んでくるのはさすがなと思う、はい、ただやっぱりそのね、はい、クーニンズカラーを無視するあたりが、ね、なかなかスタンドプレーやねすいません。じゃあちょっとこれでね、はい、ガンガン僕盗塁出していきますんで、はい、ちょ盗塁自称気味やけどね、はい、これでもしっかりとね、これ履いて自信持ってガンガン走っていきたいと思います。いけそうですね、はい、でよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうもお疲れです。今日は3安打と4回無失点、はい、このニューバランスのスパイクがやらない活躍してたけど、はい、やっぱ履きやすいのこれ。やっぱそうですね、あのフィットするんで、うん、で軽いので、うん、特にやっぱピッチャーしててすごくなんか下がどっしりしたというか、うん、いや今日スライダーエグかったよ。 すげえセンターが見てめちゃめちゃ曲がってたよ。下がやっぱ滑んないんで、うん、体が残るっていうか軸がしっかりしてても触れて、はい、まあ、今までのスパイクはまず剣もないし破れてるし、ね、重いしっていうね。3年目か4年目ぐらいだったので、はい、スパイク大事なのと思いました、うん、はい、今日あの1塁 の、はい、内野ゴロアウトになったけど、はい、あれもめっちゃ駆け抜けてたもんな。そう、ね、早かったよいつも以上、はい、やっぱここが柔らかくて、なんか言ってたもんね、クッションみたいについててクッションついてるから足も優しいし、本当にフィットするんですね。
優しいしフィットするよね。そうですね。ところで、皆さん、これ多分、紹介しちゃったら、全国の皆さん履きたいと思いませんか。俺もちょっと履きたかったけど、黒じゃなかったら履いてたな。どうですか、視聴者プレゼント。なんでやねん、なんで俺が視聴者プレゼントやねん。自分じゃ履かんの、なんで視聴者プレゼントやねん。これ何もすんの。これ多分、2万近く、1万9000キャップと合わせてセットで、そうですね。まあまあするね。どうでしょう。まあまあするね。ちょっとせっかく10万人ね、超えたんで。あ、なるほどね。まあ、11超えてるんですかね。見てるね、見てるね。検討します、はい、2万か。もし1万払ってくれへん。考えます。なんでやね、考えてくれへん。はい、ということでですね、ニューバランスとニューエラのコラボスパイク、そして帽子セット2つ買いました。こちらがですね、サイズが 26.5 と27というふうになっております。まあ、一番この辺が皆さんが履かれるサイズじゃないかなということで購入しております。中身がですね、こういうふうに箱になってて、ラップが入ってまして、下がスパイクとなっております。こちらですね、チャンネル登録していただいたユーザー様の中から2名選んで送りたいというふうに思っております。締め切りは5月31日までとさせていただきます。よろしくお願いします。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。